今投資がめちゃくちゃ熱い。特に一番注目されているのが来年から大きく変わるNISA。これってめっちゃ個人投資家に有利な制度なんだ。どういうことかっていうと、普通利益が出るとおよそ 20% の税金がかかっちゃうんだけど、それが一定の額や期間で税金がかからなくなっちゃうの。ってことは最大1800万円投資してめちゃくちゃ儲かって最終的に3000万円になったとするじゃない。その利益に税金がかかれば960万円しか手元に残らない。でもNISAを利用すればプラス240万円ゲット。これアイスにしたら2万個以上ってことでしょ。食べきれないよ。実はこれって政府が打ち出している資産所得倍増プランっていう構想の一つなのね。これに加えてもう一つ狙いがある。日本では家計の金融資産の半分、およそ1100兆円が銀行などに預けられているんだけど、それを投資に回すことで新しい事業を展開させたり経済を活性化させようとしているんだ。ただ日本証券業協会の調査によると、7割近くの人が投資の必要性はないと答えている。確かに投資って知識もなく始めちゃってすぐに大儲けできるほど甘いものでもないよね。でもファイヤーっていう言葉最近よく聞かない？お金を貯めたら早期退職して資産運用しながらあとは好きなことをして生きていこうっていう考え方だけど、これって投資がライフスタイルまで変えちゃう可能性があるってこと。じゃあ株価って実際にどんな要因で値動きしているのって思わない？最近世界を賑わせているこの人、イーロン・マスクが最高責任者を務める電気自動車メーカーの株価が分かりやすいから見ていこう。こちらがチャートと呼ばれる株価の移り変わりをグラフ化したもの。2010年当時ベンチャーだったこの会社は、ニューヨークにある証券取引所ナスダックに株式を上場した。当時の価格は今の株式数に換算すると1株当たり1ドル台。その後緩やかに推移しているけど、2020年あたりから大きく上昇している。この急激な値上がりの一番の要因は会社の業績だと言われているんだ。この会社は上場後しばらくは開発や生産のコストがかさんで赤字が続いていたんだけど、徐々に販売台数が伸びていって2020年、年間の最終損益が初めての黒字に。つまりいい業績というサプライズによって株価は上がっていったってこと。そして2021年には1株当たりの価格がなんと400ドル超え。なんなのこれ。で面白いのは投資家たちの買いたいっていう心理が働くことが重要だと言われているんだ。どういうことかっていうと、その頃新たに中国など海外での現地生産開始っていうニュースが出て、投資家たちはこれは売上増えそうって期待しちゃったってわけ。さらに世界が脱炭素化の流れになってて、5年後10年後には環境に配慮した電気自動車はガソリン車よりも売り上げが伸びるんじゃないかっていう期待が高まった。こうした将来への期待感が投資家たちの買いたいモチベーションを上げ、株価をどんどん押し上げていったってわけ。株ってほんと一筋縄ではいかないんだよね。複雑すぎちゃってこれ無理っしょって思う人もいるんじゃない？でも今政府は投資をしてねっていう政策をバンバン打ち出しているんだ。その一つがNISAの大幅改正。2024年1月から非課税で保有できる期間が無期限になり、生涯投資額も1800万円まで大幅に拡大されるというんだ。さらに個人投資家を対象にした優遇税制の一つとして、株式を売却して得た利益をその年のうちにスタートアップ企業に再投資した場合、売却益のうち20億円までを所得税の課税対象から外すという方針も発表された。企業価値が10億ドルを超える非上場企業をユニコーンっていうんだけど、アメリカには512社あるのに対して日本にはわずか6社。個人投資家のスタートアップへの支援を促す狙いがあるんだ。政府がここまで投資しやすい環境を整えるには理由があって、実は日本って世界的に見て現金と預金の割合がずば抜けて高い。なんと家計の金融資産およそ2000兆円の半分以上もある。それを少しでも投資に振り向けることで日本の経済を活性化させたいっていうこと。家計の金融資産を比較すると、日本と比べてアメリカは株式や投資信託の占める割合が圧倒的に多い。アメリカだと金融教育をサポートする民間団体が教材の開発や教員の研修を実施。小学生でなぜ投資するの、貯蓄と投資の違いと類似点はなどを学ぶそう。さらに中学生になると単利複利まで学習するらしい。こうしたお金に関する知識や判断力を金融リテラシーと呼ぶんだけど、日本でも重要視されている。昨年から高校の家庭科で株式投資や投資信託など資産形成を扱う授業が始まったんだ。株価は会社の業績だけではなく、経済や政治の動向、投資家の心理など複雑な要素を反映させた社会の映し鏡。そう理解するとちゃんとした怖がり方も見えてこない？そして
投資の力によって未来がどう変わるのか、僕らはこの辺をざわつかせながら見守っていくのかもしれないね。